ネブ博士、ブラック博士の虫キング教室。ネブ博士、ひどいことするの。このかわいそうなクワガタは、メンガタクワガタだよ。アフリカに住んでいる珍しいクワガタなんだ。超必殺技は弾丸。体をひねりながら体当たりする豪快な技なんだ。今日はここまで。また見てね。ネブ博士、ブラック博士の虫キング教室。ネブ博士、この虫は知っとるぞ。スペペペシカキオクワガタじゃ。違うよ、スペキオシスシカクワガタだよ、ブラック博士。大きく曲がった大顎が鹿の角に見えるからシカクワガタって呼ばれているんだ。なるほど。今日はここまで。また見てね。ネブ博士、ブラック博士の虫キング教室。1、2、3、4、5。おお、よく見ると角が5本もあるぞ。この虫は戦うのが好きなんじゃろうな、ネブ博士。この虫は太鼓本図の兜だよ。立派な角を持っているけど、本当はすごくおとなしい虫なんだ。今日はここまで。また見てね。ネブ博士、ブラック博士の虫キング教室。ネブ博士、色といい、顎といい、なんて色っぽい虫なんじゃ。エラフスホサーカクワガタだね。色はオレンジ、緑、青なんてのもいるんだ。超必殺技はカワセミハック。空中から相手を地面にねじ込む強烈な技なんだ。今日はここまで。また見てね。ネブ博士、ブラック博士の虫キング教室。1、2、3、4、5。おお、太鼓本図の兜じゃな。似てるけど違うんだ。この虫は五本図の兜って言うんだよ。五本。角もすごいけど飛ぶのがとても得意な甲虫なんだ。今日はここまで。また見てねー。